今日はこの北海道限定札幌クラシック、なぜこれかというと、こちら北海道でございます。とりあえずね、まあじゃあちょっと、はい、次は北海道オフィスで始まる。よし、よし、よし。うまいね、やっぱり。あれ誰にタメ口聞いたんですか。あれ今日は言えない。あれ、あ、ちょっとややこしいやつですよね。ややこしい、うん、じゃあそもそも誰ってなってるじゃないですか。あ、誰か、誰かっていうと、まあね、スタッフさんなんだけど、中学校少年野球の先輩ですね。俺が1年生の時の3年生副キャプテン。普段はこう言っても上司じゃないですか。で今日はもうね、え、じゃあいつもの感じで行くよ。あ、行きましょう、行きましょう。先輩もう呼ばんよ、社長。先輩、よろしくお願いします。いやいや、こっちは僕、よろしく。先輩、僕、つまみ開けます。チータラ、チータラ、俺、チータラ、チータラな、チータラ、チータラな。事務所で2人でおるとき、こんなの。そうですね、誰もなんていうのね。入ってどんぐらいでしたっけ。10月か、9月いっぱいで前職を辞めて、10月の終わりのフードフェスティバル。あ、そうかそうか。その後現場出たりいろんなことをして、うん、3月の前か、うんうん、からちょっと北海道の方に考察させてもらって、うん、立ち上げですもんね今ね。そうだね。どうですか北海道は。北海道寒い。だって俺来る時もう広島20度超えとったり、20度ぐらいあったけ。すごい今年はあったかいらしいですけどね北海道。あ、そうなんだよ、うん、あれちょっと疲れてない。疲れてない、疲れてないよ。森重先輩はあの筋肉痛です。肩がバリ痛くて。あ、そうか。自己紹介。電光石火の森重と申します。終わったら教えてください。うん、はい。いや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 、じゃなくて。みんなからあの、シゲニーって呼ばれてますんで。うん、はい。もうね、本当に、知り合ってからだと、俺が大体13とかですね。そうか、27年。27年とか8年とか。めちゃくちゃ怖い先輩だったんですよね。一番苦手な先輩だった。だったやっぱ苦手っていうか、小学校の時って結構友達感覚でやるじゃないですか、野球しようって。でも急に一つ年上の人にガチガチに敬語使うっていうとか、1年前は友達だったのに急にもう神みたいになるんですよ。あ、そうだよね。今の時代そうじゃないだろうけど、一つ上が神なのに、2個上で、しかも副キャプテンだったけ、一番1年生からしたら立ち悪い。あ、そうだね。で、そんなに野球も上手じゃない。しかも弱かったですもんね。まあ、弱かった、俺らの代はね。俺らのチームでは1年おきなんですよね。ああ、そう。弱い、強い、弱い、強い。で、森重さんの1個上がめちゃくちゃ強かったですよね。めちゃくちゃ強かった。俺らの代は、キャプテンのやつが、もう大谷みたいなやつがおったけど、当時。一番ピッチャーの、ね。一番ピッチャー。うん、そいつが打って投げて、勝つみたいなのがもう、うん、抑えて勝つっていうのが、もう定番っていうか。そうですよね。うん、俺だって、あの人に憧れて、あの人と同じグローブ買ったっすからね。あ、Z も。あ、そうなの。同じ型でしょ、俺。あの時流行っとったじゃないですか、青 Z。俺もあの青 Z 持ったよね、だけど。一緒に買いに行った。あの、これでしょ、十字のやつ。あ、じゃあ、俺に憧れてったのかと思った。あ、違います。あ、違うんじゃ。違います。違うんじゃん。なんか筋が通したいっていうかタイプじゃないですか。なんか理不尽に切れたりはせんかったじゃないですか、うん、後輩に対して、うん、その厳しいっていうかこうビビっとったみたいなのはある反面、うん、逆に言えばこう俺の人生において、うん、この人にちゃんと礼儀っていうのを教えてもらったなってなるんですよ。あ、そうなんじゃん。いや、もちろんそうですよ。いわゆるこう目上の人に対してこういう言葉遣いをしなさいとか、こういう態度取ったら失礼だとか、お前ほとんどこの人に教えてもらったって俺は思ってたんで。あ、本当じゃん。ずっと付き合いもあったじゃないですか、大人になって。大人になってね。ってなった時にこういろんな角度で言ってか、いろんな出会い方もしようじゃないですか、うん、ご飯行ったりもしようだけど、うんうん、でなんかこうね、やっぱ一緒に同じ会社でやろうみたいな思いはあったんで、うんうん、なんかそうやって言ってもらえるとちょっと嬉しい。酒のつまみになるでしょ。あ、なるね、うん、え、どんな感覚だったんですか、うちに一緒にやりませんみたいな。ただプライドだけはもっとだけ、自分がかっこいいとかかっこ悪いとかじゃなくて、人としてどうなのかがやっぱ大事じゃん、うん、どの位置だったとしても。その時かっこ悪く思われとったとしても、でも
かっこよく生きたい感じでは立ち振る舞いたいじゃん、うん、まあまあね、なんか変なプライドというか、あ、誰も見てない、見てないのに、あの駐車場に落ちてるゴミを拾うとか、うん、しますよね。俺はするね、するする、そういう人でありたいというか、え、なんかそういうなんかこう人間味というか人間臭さというかああいうの俺すごい憧れがあったんで、ああのプレイヤーとしてはそんな憧れてなかったんですけど、まあ、人間としては違った、あ、俺に憧れたのかな、ちょっと勘違いしとった、二十何年ずっと勘違いしとった。あ、そうっすか、うん、大人になっていろんな人とご飯行ったりとか飲み行ったりするじゃないですか、やっぱ、うん、でもなかなか僕も限られてくるんでスケジュールも、うんうんうん、でも大体断るごとに報告で、ああそうだよ、ね、ご飯行きませんかっていう、あ、そうじゃない、うん、やっぱ先輩にはちゃんと報告しとかんとかみたいなのはあったので、僕実は大学生になるんですよ、ね、あの時めっちゃ衝撃だったから、ね、みたいな、バリおもろいじゃんお前って、まあ、転職した時もあった時は相談したし、ね、逆もあったけどね、そのうちに入る前の転職があったじゃないですか。そうそうそう、その時の。あの時も俺は思っとった。うちの方が、うちが合うのになって思ったタイミングで、決まっとったんですよ。そうそうそう、場所がね。あ、俺タイミング悪かったな、みたいな思ったんですよ。その後も、まあ、合う流れがあったんですよ、ちょこちょこ。で、まあもうそっからね、一緒にやりましょう、みたいな。言ってくれて、まあそうだね。半年、年齢とかいろんなこともあったけど。いや、やっぱ、ね、悩むんだよ。すぐには決断できんかった。そうですよね。うん、でもなかなかそれをね、転職っていうか決断するのって勇気いるじゃないですか、うん、それを決断してね、入ってきてくれたのもすごいありがたいし、それはあれじゃない、こういろんな覚悟の話とかも聞いとったところもあるし、まあ、確かにね、逆にその部下に言ってないことも言っとったこともあるんで、まあ、ほぼね、そうだね、うん、ある意味俺の心の支えになった、まあまあ、うん、飲まんすね、今日。いや、今日飲むよ、喋れようと飲まんすね、いや、飲む飲む、疲れたんでしょ、キャッチボールしすぎて肩が痛い、いけれんのよ。いや、嘘嘘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 嘘1年生から来ました嘘嘘2日連続でちょっとキャッチボールしてる、マジで働いたおじいちゃんは。え、なんか北海道出張ってなった時にね、グローブ持って行こうって言ったじゃないですか、キャッチボールしようって。いや、あれは俺嬉しかった、あ、本当言ってくれたの、せっかくやし、実際声かけてもらって、まあ、決めて入らせてもらって、どうやって自分がこう会社に力になろうかなっていう模索した時は最初やっぱあったよ。だけど、そうっすよね。ただ何でもやらねえいけんじゃないけど、言われたことは一生懸命何でもやろうと思ったし、やることによって多分、あつしの力にはなれると思ったけど。でもなんかこう、業界で言うと、だいぶ年下の先輩たちがいっぱいおって。うん、二十歳ぐらいの子に敬語使ったりとかするじゃないですか。さん付けしてね、ちゃんとね。そこはもう、尊敬、敬意をやっぱ量産。年齢が上だけ偉いわけなんです。ちょっと先輩食べ出してきてくださいよ。ああ、まあちょいちょい出るな。どうしても仕事もあるから、ね、こう一般で入ってくる子もおったりとか、うん、バイトから社員になる子もおったりとか、うん、まあ、ちょっと特殊じゃないですか。まあ、特殊、なんかそのならではのこう、ね、角度の話とかやっぱ聞きたいし、入る前にね、あちしに言ったことが1個だけあって、ずっと電光石火って出せばヒットする店だったじゃんか、うん、で多分コロナだった時に多分1回飲んだ時に、まあちしもちょっと悩んだというか、まあ、それはもう大変だったけん、どの業種っていうかもうどうね、大変だったと思うけど、飲食はなんか特に大変だったし、その時に言ったのがなんか、この落ちた売り上げを上げれるっていうか、うんうん、そういうのって自力がないとできんじゃんっていう話を多分したと思うよね、はいはいはい、私も、はいはいはい、それってさっきのなんかゴミ拾うとかじゃないけど、なんかどう立ち振る舞っとくかが大事じゃんかっていう話をした時に、ね、多分僕はでもこういう風に行きたいんです、そこはもうプライドがあるんでって言った時に、ああこの人だったら多分大丈夫だなと思ったし、誘われた時に、あ、ちょっと一緒に働いてみたいなと思ったのはそこかもしれない。ああ、そうっすか。その言葉が決めてというか、あの時のその言葉を聞いとるけこそ、高くどこで入っとる。うんうん。気持ちがないと、多分この年で、まして後輩の会社になんて、うん、って言って言い方失礼だけど、ね。すごい勇気いることじゃないですか、うん、絶対。じゃあ結構そう、年がすごく若い子たちにどんな扱い受けようが頑張ろうと思って来とるし、そんなひどい扱いを受けてないよ、まあまあ、ちゃんとした子ばっかりだし、ちゃんと仕事に対し真摯に向き合っとる子たちばっかりだけ、そういう覚悟がないと彼らにも失礼だし、逆にね、まあそうですね、そう、あっしも失礼だし、彼らにもやっぱり失礼なところがやっぱ出てくるけ、社長の思いと現
場の気持ちがこうリンクしていくようにね、うん、情報共有したりとか手つないで頑張ろうやって言える人ではありたいなと思うけど、ね、そうですね、結構重要なポジションですよね絶対。そうなんかね、うん、いろんな店も行くしいろんなエリアも行くじゃないですか。あ、まあそうですね、俺は本当に頑張りたいよ。やっぱり相当覚悟決めて入ったけ、うん、お金とかじゃなくて、うん、それってもう後からずっと言うしね、うん、みんなでね儲かってね利益が出ればみんなで取ればいいと思うし、うん、しんどい時はやっぱりね、うん、みんなで頑張らんし、そういうこと踏ん張っていかにいけんだろうし、うん、そうですね、うん、なんかその感覚はずっと似とるっていうか、うん、そうですね、似とるっていうかもう教わったんで、ね、まあ分からんけどね、原点と教育、まあ、うん、それってもいい少ないんじゃないか。俺らってやっぱクラブチームだったけ、うん、学校は違うじゃないですか。あ、まあそうですね、中学校は違うじゃないですか、うんうん、で週末だけ会うみたいな。あ、そうね、でもよく考えたら中学校一緒だった後輩よりも後輩じゃないですか。そうそうそうですね、あの濃いね、遊んでますもんね、うん、多分ね、うん、俺一個この人めちゃくちゃかっこいいなと思った場面があって、当時、あ、当時、うん、何のきっかけなのか分からんけど、うん、マシンで練習するじゃないですか。ああ、ああ、で何のスイッチが入ったのか知らんけど、今日めっちゃ速い球打つみたいな日があったんですよ。 あった。もうなんか中学生が打てる球じゃないじゃんみたいな設定した時にまあその時にね、結果的にキャプテンは打ち返したんですけど、みんな3年生から1年生までバッティングしたんですよ。あれ全員打ったよね、うん、3球ずつぐらい、うんうん、打った打った打ったメンバーとなんか分けられたんですよいわゆるちゃんとこう何ていうの、あった、ある、1軍2軍みたいな、うん、で A は A、 A っていう分け方してないですけど、うん、いわゆる A は A で次の練習しようとか、じゃあ B は B でお前ら球のレベル落としてやるけ、それで練習もう一回バッティングせえって言ったんですよ。当時コーチがね、それは打てるわけないじゃんこんな球って思うよったんですよね、1年生の時ね、うん、その時に球を落としてやるんだったら僕はいいですって言ったんですよ。あ、俺言った、うん、あの時、あ、かっこいいこの人と思ったんですよ俺、あの時。だそれプライドじゃない、いや、そうそう、だけでも言えんじゃないですか、うん、中学生で捉え方に言ったら生意気なんかもしれんし、でもそれって上を目指す立場からすると大事な志じゃないですか、うん、なんかあの瞬間、あ、この人すげえなと思ったんですよ。あ、ほんと落とさんかったら打てんだろうがって思いよったけど酒も進みますよ。2人で飲みよった時は多いけどね、まあ、楽しいよね、うん、不思議とストレスがないよね。あ、そうそう、止まっとるけど、うん、え、社長どう、社長ってか、あっちじゃどうちょっと普段はないですよ、全然、うん、だけど、ちょっと一瞬こう後輩が垣間見える瞬間があるじゃないですか。あ、当時のフラッシュバックはあるっすよ。あ、そうなの、うん、扉こそっと閉めたりとか、そう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 落とさんように風呂入るし、いろんなとこで見た感じでの立場としてもう今思うこともあるだろうし、触れてみとるじゃないですか、あ、はい、実際肌だよ ね、 ね、で毎日北海道生活をしとるわけじゃないですか。店長三浦君がね、うん、一生懸命やって一から立ち上げていくっていう店じゃん、うん、なんか広島では見ないバイトたちの教育っていうか、彼が決めてるミーティングはちゃんとするし、うん、毎日ね、で頑張りましょうから始まって、で終わった時もご苦労様でしたで終わるし、なんかそういうのって、まあ、各店舗あってもいいんじゃないかなっていうことだったり、ね、朝なんか一般企業で朝礼みたいな、なんかそういうのってやっぱ大事なのかなと思ったりとか、情報共有もしやすいですね。そうだね、ちょっとびっくりしたのが、思った以上に電工らしい子たちが集まってるなっていう。電工の社員の人ってめちゃガッツあるよ、うん、俺めちゃそれが好きで、うん、すごい嬉しかったし、最後のね残ったじゃないけど、こっから売り切っていくっていう50個ぐらいテイクの容器の中に入っとった、うん、それをこうみんなで声出して売り切ろうっていう姿勢が、ね、これちょっと感動した、ね、あれちょっと感動した。全国にあるその電工の社員の人たちを見てもあの姿見たら多分嬉しいと思うし、 それはみんなが作ってきたものだし、うん、それが彼らに何か自然と伝わってるっていうのがすっげえ嬉しくて、あんなに声出して、うん、そうだね、最後ね売り切るってなかなかおらん、ね、他の店はねシャッター閉めたり電気消したりとか、そうですね、うん、それでも最後までね本当にちょっと泣きそうなぐらい嬉しかったし、うん、いやほんまにすごいメンバー集まったなと思うし、うん、やっぱ言ったんですよ、お前感謝するにはダメで、うん、スタッフに恵まれたんだけど、うん、まあ分かっとるとは思うけど、うん、
でもみんなそういう思いでやってほしいんですよ。そうですね、どの店舗もそうなんよね。まあまあそうですね、分かっとるとは思うけど、うん、まあ、そこになんか入って間もないね、うん、そんなに時間も経ってない若輩者がね行って若輩者が、うん、行ってもいい来させてもらってもいいかなと思いながら、まあいろんなものを背負って来させてもらったし、頑張って来てくださいって言ってくれる人がたくさんおったけ、うん、機会を与えてもらったってことはどうだったっていうのも伝えるのも俺の仕事だと思うし、 そうですね、それをやっぱ共有することって大事だし、いろんな意味でね、それってすごくみんなの刺激にもなるだろうし、でタイミングとか機会があればね、他の店舗の店長とか視察に来るとか見に来るっていうのも大事なことだしね、うんうん、やっぱり、うんうん、そんな何日もおれんかもしれんけど、うん、やっぱいいこと言いますね、いいことしか言ってないんかな、コメント来るかな、いや、分かるみんながちゃんとつながるように仕事したいです。そうですね、本当に。でまたこれからまだまだ大きくなろうとしとるタイミングでの、うん、このね、北海道先輩、あ、俺入社の、ね、かかってますよ。いや、本当に頑張ります。マジでポンコツなんで、まあまあ、ポンコツかどうかないです、ハートがね、まあ、熱いかどうかなんで、まあそうだね、うん、熱いポンコツは僕大好き、ちゃんと包むんで、卵と一緒に、いや、本当だ、もうくるんと包むんで、なんか言い足りんことはないです。会ったこと ある人もね、ない人もで、これから会う人も多分出てくると思うんで、まあ一緒に、こいつと一緒にこいつと一緒にこいつと一緒にやっていくんで、うん、頑張ってやりましょう、本当に、はい、みんなの支えがあってっていうのはね、うん、社長は思ったもんね。そうですね、うん、俺の力ではどうもならんので、もうもはや、もはやね、うん、もっと大きい力になると思うし、つなげられればね、うん、全然まだまだですよ、うん、やっぱね、電工ってよかったって思える会社にはしたいね。そうですね、では思ってますよ。これも俺の力でできるので、いやいやいや、頑張りましょう。専務は世界一良かったんで、あ、世界一、めちゃうちうちじゃん、うちうち言ったろや、ね、前向きに未来の話をちょっとずつで、ちょっとずつみんなが思っとる電工をこうしたいっていう気持ちがあるんだから、なんかそれが形にできるようにみんなが頑張っていけばいいし、多分社長はそれに対しては絶対ノーは言わんと思うんで、いい環境でいい職場って言われる感じで前に進んでいけれたらいいなと思うし、そうですね、そのためにやっぱ今既存でおる社員の人たちも頑張ってやっていかにいけんこともやっぱ出てくるし、今から出てくる仕事の業務も増えてくるかもしれんけど、それはみんなが良くなっていくためだと思って理解してやってくれたらなと思います。本当にお願いします。いや、本当に僕もそれをサポートしたいと思ったらそのために僕が頑張らにいけんのだったら僕はもう死ぬ気で頑張りますんで、一緒に頑張りましょう。いや本当に撮ってみてどうでした今日。喋りすぎやろでもいつも声でかいって言われるけ、声のポサイやっちゃう俺の神みたいな大先輩、いやいや、本当に森重雄二さんでした。野球はそんなに感じじゃないありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。